リーグ戦、カップ戦が開幕、私たちの日常にサッカーのある日々が戻ってきました。2022明治安田生命 J1 リーグの第2節、セレッソ大阪対京都サンガ FC の一戦、淀港桜スタジアムからお届けをしていきます。さて、セレッソ大阪のスターティングラインナップ改めてご紹介していきましょう。鳥海がセンターバックに入って、あとは中原光、ルヴァンカップでも得点決めましたけれども、今日 J1 初先発ですね。そして一方、アウェーの京都サンガ FC の予想フォーメーションもご覧いただきましょう。こちらは開幕節からメンバーは入れ替えていません。まあ、上福元は前節も素晴らしいセーブ何度も見せましたね。いや、本当にチームを救う場面というのが、ね、はい、たくさんありましたし、まあ、移籍してね、まあ最初の試合でしたけども、はい、本当に中心でしたよね。清武ワンタッチ、ここはメンデス、武田翔平も行きましたが、左足狙った、最後は左足振ってきました、丸橋です。ここはホイッスルです。セレッソボールに変わります。すぐに始めて乾、加藤もいるがどうする、加藤にボールが出、加藤ブル、ここは上福本です。武田翔平から縦パス、ここシャットアウトして清武からのスルーパス、反応した加藤、右に出す中原光、中原どうするか、仕掛けて右足、ナイスキーパー、ここは上福本、利き足ではない右足でしたけれども、ここはグッドチャンスを作っていきました。増田天馬、ニアサイドには宇高、奥を狙ってきた、ピアタビア久志、叩きつけた、おっと押し込んだ、先制京都サンガ FC、最後は武富ですね。はい、最後竹富です。アビアタビア久志のヘディング、跳ね返り、押し込んだ竹富、先制京都サンガ FC です。豊川が入ってきましたが、ヘディングで跳ね返す、セカンドボール、アビアタビアどうするか、一度下げる、中に入れてきました、メンデスがいる、宇高のシュートだ、ナイスキーパー、キム・ジンヒョンキャッチ、枠行きましたね、はい、奥野が前にいます。中原から清武、広がっている増田陸、中原どうするか、仕掛ける、中原アウトサイド、平尾、ナイスキーパー、よく止めた、乾のシュート防いだ上福本、加藤ぶつき、加藤、清武使う、清武前向く、乾が来た、乾、決まった、同点、後半開始早々追いつきました、決めたのは乾、清武から乾です、同点1対1。まずはこの清武のポジショニングですよね、はい、まあ、浮いたポジションを取って、まあ、京都に渡った瞬間でしょうね、まあ、よりゴールに近いところを選択しましたよね、はい、鳥海から裏、メンデス、ブルーノメンデスがいます。ブルーノメンデスから北野のシュートだー、会場がどよめきました、これが北野颯太です。サイドからうまく中に入れた、清武ワンタッチ、ブルーノメンデス、そしてもう一度清武から、松田陸は裏を使って原川から中、清武中、さあシュート打つか、清武のシュート、ナイスキーパー上福本、いや逆つきましたけどもね、ここもよく手を伸ばしました上福本です。ただ佐田もしっかりとね呼んでましたし、はい、いいプレーですね。鈴木徳馬は右に広げた、松田陸からのボール、ブルーノメンデス、ナイスキーパー上福本、ここも横っ飛び、あえて京都の、まあ、高さありますからね、はい、あえて、まあ、ブルーノメンデスの足のところですよね。そうですね、まあ、低いボールを選択した松田の精度の高さっていうのもありましたし、
まあ、ゴール前に飛ばすだけの技術力というところでしたね。指示を送ります。触った北野、北野が行く、北野颯太、北野颯太、北野颯太が抜けてきたぞ、北野颯太が来た、北野颯太が、ここも上福本だ、よく止めました上福本、よく止めましたね。悔しそうにピッチを叩く北野颯太。原川のキック、ヘディング、ボールは流れます。そしてここで試合終了の笛、両チーム終盤決定機作りました。ただ防いだのは京産 FC の上福本、竹富の先制ゴール、同点に追いついた乾。関西ダービー見応え抜群の今日のこの90分間、1対1、両者譲らず勝ち点1ずつを分けました。